皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶり。なんか明けましておめでとうございます。明けおめでとう。遅いですけど、今日はなんとスペシャルゲストさんが来ました。フィンランド人の留学生のアレクシーさんです。はい、こんにちは。ようこそ。はじめまして。フィンランドから来ました留学生です。26歳です。ほとんど1年間で日本で住んでいました。そろそろ帰ります。そろそろ帰ります。また2月間あるけど楽しみましょう。イエイ。楽しみましょう。今日は何について話しましょうか。あんまり何も準備してませんけど、したがってね、はい、適当に。どうかな。なんかアレクシさんはもう1年間ぐらい日本に住んだことがあるんですけど、私は4ヶ月間しか住んでないんですけど、これからどうなりますかっていう、アドバイスとかありますか。アドバイスとか、もう日本に慣れましたか。多分慣れたと思います。最初は結構辛かった。慣れるのは難しかったんですけど、日本に来る前ね、もう日本の文化とかについて結構知ってたのに、それでも慣れるのは難しいですけど、もう結構慣れてますけど、なんかまだ 6ヶ月まだ残ってますから。そうですね。僕は留学は勉強のためだけじゃないと思います。例えばちょっと旅行したりとか、人と会ったりとか、いっぱい楽しいこともした方がと思います。勉強だけしたらちょっと面倒くさいとかなると思います。はい、ですよね。でもね、私最近そういう考え方だったんですけど、なんか出席がちょっとやばくて、漢字のテストも結構やばくて、多分本当はこれからもうちょっと真面目に勉強しないといけないんですけど、なんかやっぱりバランス取れるの難しいです。そうですね。僕は、前のセマスター漢字授業を取って、もうほんまに何か面倒くさかったの。毎週の20ぐらい漢字勉強を して、めっちゃ時間が多いかかるけど、私の授業はなんか毎日漢字のテストがあるんですけど、でもそれは最初のなんか授業の最初の5分でするんで、遅刻すると0点になるので、私めちゃくちゃ寝坊したり遅刻したりしてますから、漢字大体0点です。そう、同じ通りだったんですね。もうちょっと頑張らないと。フィンランド人ですよね。はい、私フィンランドのこと、なんかフィンランドに行ったことがなくて、フィンランドはあんまり何も知りませんけど、フィンランドといえば何ですか。教育とは何か知ってますか。なんか結構リラックスしてる感じで、今結構有名と思います。例えば小学校から卒業、大学の卒業まで全然ダラです。お金なくても OK。 大学も実は大学に入学したらお金もらえます、はい、バイトとかあんまり必要じゃない。バイトをやってる人もいるんですけど、でもそんなにしなくても大丈夫。日本人とイギリス人の人は違うことが分かったことがあります。違い結構ありますけど、なんか性格的にイギリス人と日本人の性格ちょっと似ている、なんか
結構丁寧で、自分が考え本当に考えてることあんまり言わないで。ああそうかな。違いといえば結構まあ勉強が真面目。なんかここの大学生、神戸大学の大学生って結構みんな結構真面目に勉強頑張ってるそうですけど、なんかイギリスはめちゃくちゃいい大学に入ってもなんか勉強あんまり集中してない人も結構いるし、毎日お酒いっぱい飲んでる人も結構いますし、日本も多分そういう人もいると思いますけど、あんまり会ったことないです。フィンランドでも入学試験のためいっぱい一生懸命勉強してるけど、入学したらちょっとめっちゃゆっくり、それからめっちゃゆっくり。あとここのなんか大学の授業の教え方が、まあ、私のイギリスの大学のと結構違って、教科書があって今はみんなの日本語なんとか使ってますけど、その教科書の問題とかだけをやっていて、でもイギリスではなんか去年行った先生は結構適当に何でも日本語で会話をやって勉強してましたけど、ここは教科書じゃないとあんまりしてません。ああそうです。あんまり文句言ってないんですけど、めちゃくちゃ楽しいですよ。なんか日本で勉強ができてめちゃくちゃ良かったですけど、ちょっとなんか違いがあって、その違いに慣れるしかないですよね。そういう勉強仕方はまだ慣れてませんけど、頑張るしかないですよね。頑張ります。はい、また半年来られるように。そう、また半年来られるように。日本語は例えば夏に、去年の夏に、ポケモン GO 出てきて、じゃあ例えば僕は神戸三宮のリクルートチームに行って、他のポケモントレーナーに話、声かけて、こんにちは、ポケモン GO やってますかって言って、ポケモン GO について話してました。話してました。まあ、めっちゃ楽しおもろくて楽しかったと思います。私はちょっとそうやって知らない人に急に声かけるのはちょっと怖いですけど。そうです。日本人あんまりしないんですけど。イギリス人もあんまりしません。そうポケモン GO はちょっと面白いことですね。なんですけど、めっちゃ、その時言ったら、笑ってくれた、やってますよとか、レベルは何ですかとか、好きなポケモンって何ですか、一番いい方法が、話だと思います、ね。あんまり最近、あんまりポケモン GO プレーナーいないね。私の母めちゃくちゃやってたんですけど、最近はもうやってるけど、なんか猫集めもめちゃくちゃハマってました、お母さんが。もう今もやってるかどうかあんまり分かりませんけど、私はポケモン GO もあんまりしてませんけど、アプリ削除したらもったいないと思ってずっと携帯にあるけど、ごめんなさい、SD カードがいっぱいになっちゃったんですけど、これで終わりにしましょうか。はい、アレクシーさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんぜひアレクシーさんのチャンネルに登録してください。多分そこにも私がいる動画も投稿すると思いますので、ぜひ見てください。見てくれてありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあバイバーイ。バイバーイ。